ホームセンターで1キロ入りのニンニクを買ってきました。植える時期が明けましたので、これからこのニンニクをばらすことにします。一番最初が硬くてなかなか折れません。最初が半分に割れると、あとは比較的早く楽に割ることができます。たっぷりの水にニンニク1キロをつけましたので、これから水切りをします。水につけたのは発芽を揃えるために水につけました。つけた時間は一晩です。発芽が揃わないと害虫や病気対策の管理のほか、収穫時期まで影響しますので、発芽を揃えることはニンニク栽培にとって非常に大切な工程になります。これからの動画は必ずということではありませんので、必要な方だけご覧ください。これからは害虫と殺菌剤の処理になります。チューリップサビダニの予防するため、このガードホープを1リットルの水に 2cc 入れます。500倍です。この水の中に1キロのニンニクを入れます。これで30分つけます。30分水につけましたので、これから水切りをします。これからこれを広げて乾燥させます。完全に乾くか霧を吹いたぐらいまで乾かせます。完全に乾燥した場合は霧吹き機で軽くニンニクを濡らします。そしてこのスミレックスの粉をまぶします。スミレックスは黒腐れ金角病の殺菌剤です。1キロに対し4グラムの粉をまぶします。4グラムのスミレックスをニンニクにまぶします。粉はまんべんなくまぶします。まんべんなくまぶれたら、もう一度出して広げて殺菌剤が浸透するまで乾燥させます。水分が飛んで乾燥するまで乾かして、乾燥してから植え付けるようにしてください。これで種ニンニクを植え付ける前の処理が終了しました。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。